皆さんこんにちは、花丸帝国です。今回はコウペンちゃんの新イベントの情報が入ってきたので見ていきたいと思います。こちらコウペンちゃん花丸らんまポップアップストアの横浜開催が決まりました。おめでとうございます。開催期間が2023年の8月の4日金曜日から8月の20日の日曜日までになりますね。夏休み期間は結構がっつりとこの横浜開催に合わせてきたって感じですかね。はい、そごう横浜店7階でやるみたいだね。はい、花丸らんまんポップアップストアももう何回目だろうね、トータル4回目かな、おそらくね4回目ぐらいの開催になってきたので結構もうおなじみのイベントになりつつあるよね。2023年を多分象徴するようなイベントになりつつあると思うんですが、いやー横浜開催来ましたね。一応概要軽く見ておきましょうか。お花をテーマにセレクトした原画を約8点提示ということなんですけど、ここにはねおそらく毎度おなじみのイラストだよねきっとね。うん、花占いのコウペンちゃんだったり、違うな、そっか今回はちょっとひまわりも入ったりしてるね、アジサイだったり、そっかそっか、じゃあ四季に応じてこの飾られるイラストなんかもちょこちょこ変わったりはしてくるんだね。スキー大好き、スキー大好きの花占いなんかはあったりするけど、ひまわりとかねアジサイとかも入ってたりします。今回の花丸らんまんに関しては内装の絵はね今のところ載ってないんだけど、おそらくこれはイメージ図だからね、チューリップの時の、内装になってるから 0% 渋谷の写真だからね、これはおそらく横浜開催になった時はこの内装がひまわりになってると思うんだよね。この花壇に咲いているお花がひまわりになってると思うから、おそらく全体的にひまわりのコウペンちゃんをフィーチャーしたようなね、そんなイベントになってるんじゃないかなと思います。お買い上げ特典なんかも2200円以上のお買い上げでオリジナルステッカーもらえたりしますからね。はい、ひまわりがコンセプトとなった花丸らんまんポップアップストアの開催だと思われます。めちゃくちゃ可愛いですね。ていうかこれ予想通りだったね。ちょっと前に出した動画で今後の花丸らんまんポップアップショップの、傾向というかそういうのを軽く予想してたけど、今回はおそらくドンピシャだったね。あ、ただ開催地に関してはね、まさか横浜だとは思わなかったけどね、もう東京と来て名古屋と来て大阪行ったんだから、そしたら今度はね広島だとか福岡とか行くのがね流れかなと思ったんだけど、まさかのまた関東に戻ってきちゃったねね、結構ね、うーん、ここは嬉しいと思う人もいれば、ちょっとがっかりした方もいるんじゃないかなとは予想するんだけど、まあここはいろいろ複雑な事情があるんだろうからね、難しいんだろうけどね、できれば広島、福岡、そして北海道と回ってほしいところだよね。うん、以前の動画で立てた予想だと、9月とか10月に関してはコスモスとかね、うん、コスモス関連のコウペンちゃんのまた花丸らんまんが開かれるんじゃないかなと。で、なんだろう、11月ぐらいになったら、11月、12月ぐらいで、モミジとかね、紅葉の時期だし、モミジとか、ポインセチアとかね、そういうちょっと可愛らしいお花を使った花丸らんまんも多分展開されるかなとは思っているので、そういった時にはね、福岡だったり北海道っていうのも行ってほしいよね。うん、そこ本当に望まれてる方が多いかなとは思うので、ねえ、お願いします。で、まあ、新商品なんかは、前回も動画投稿したから、発しょってもいいかな。ジャボテンさんとか、ひまわりさんとかね。ひまわりさんっていうか、ひまわりちゃんか。ひまわりちゃんとかね、これまだ一切お迎えできてないんだよね、僕。うん、京都旅行行って、帰ってきて、その週末あたりには、花捨てとか、原宿店とかで、ね、買いに行こうとは思ってたんだけど、ちょっとねいろんな予定もあったし、京都の動画編集がマジで終わらなくてずっとそればっかやってたから、ほんと買いに行く暇が全然なかったんですけど、まあでも結果的にこうやって花丸らんまんポップアップストアの横浜開催が決まったわけだから、でひまわりちゃんのねコンセプトにした、内装になっていると思うから、ひまわりちゃんはせっかくだからそこでお迎えしようかなと僕は思っています。まあそれぐらいですかね。この子たちはみんな前回の動画で見ているものだから、うーん、これぐらいかな。
特に変わった今までと何か変わったようなお知らせっていうのは入ってきてないので、一応また今回はひまわり展、ひまわりをモチーフにした会場になっていると多分ね、そういうことだと思うんですけど、まあそれぐらいですかね。だから変更点は、まあなのでこれといって主な大きな変更点はないから、これぐらいで終わろうかな。先ほどツイッターでこの情報が入ってるのを見たので、まあ急遽今動画撮ってるって感じなので、本当に話したいことをただ喋っただけなんですが、聞いてくれて本当にありがとうございました。じゃあ横浜近辺の方は行けるだろうしね、関東に遊びに来た方だったらいつでも行けると思うので、立ち寄ってみてください。そしてできれば全国を回ってほしいいろんなお花のコンセプトのもと全国を回ってくれることを僕は願っております。じゃあ最後まで見てくれてありがとうございました。また他の動画でお会いしましょう。